渋川伊香保温泉フィルムコミッションの原崎と申します。伊香保はやっぱりこの特徴的な石段街を中心としたあの温泉地、あの観光地っていうのがランドマークにもなっている場所であると思うんですけれど、もう20年とか30年前から2時間サスペンスのドラマとかそういった舞台であの結構使われていたことが過去にも今までにもあって、最近ですと若い方がたくさん訪れていただいている場所にもなっているので、恋愛ドラマのカップルが旅行に来た場所っていう形で撮影をしていただいたりですとか、パチンコメーカーさんの CM なんかでもハリウッド俳優さんが来てですね CM 撮影があったりですとか、登場人物がご飯を食べたお店どちらですかっていう問い合わせがあったりですとか、テレビに出ることで非常に多くの反響があったかなと思っています。伊香保温泉周辺あのいろんなレジャー施設もあったりしますので、例えば伊香保グリーン牧場っていうところが結構動物たちとこう戯れてるシーンですとか撮影できますし、人気の観光スポットになってきたあの法水寺というお寺があるんですけれども、なかなか日本国内にはないスケールと異国感のあふれる特色のあるお寺になりますので、広い本殿の前で撮影ができたり、非常に高いポテンシャルを秘めている施設かなというふうに思います。森林公園という場所ですとすごく杉の木立があのたくさんあって、そこからこう日が差し込んでくるすごくこう神々しい風景だったりですとか、あとはあのロープウェイのそのゴンドラから眺める景色でしたり、伊香保カントリークラブっていうあのゴルフ場ですと、まあ、赤城山をこう見下ろしながらですねあのゴルフができるというようなあのすごく抜群のロケーションがあったりしますので、群馬の山々を感じながらゴルフが楽しめるようなロケーションというのもご用意できるかなと思います。伊香保神社のすごくこう荘厳な佇まいがあって神秘的な場所でありますので、旅行のシーンでもすごくマッチするかなと思いますし、撮影に協力的な宿泊施設も含めてレジャー施設なんかも多いので、撮影の際にはあのいろいろとあのリクエストにお答えできる部分もあるかと思いますので、積極的にあのフィルムコミッションとしてもあの支援をさせていただきたいと思っております。まあ、明治時代に徳富蘆花というあの作家の方がホトトギスという小説を書いてですね、全国的にすごく広がったっていう話がありまして、で今回そのフィルムコミッションで撮影支援をさせていただいて、映像作品をですね日本中の方が、またあの世界中の方がですねその映像作品を見ていただいて、伊香保温泉っていうのを知っていただくっていうのが、それこそ明治時代にその小説で知れ渡ったというようなのと同じようにですね、映像作品を通じて伊香保温泉が日本全国あるいは世界にですねあの広まっていければすごくいいかなというふうに思っています。